皆様おはようございます。本日は足元の悪い中ご出席いただき、誠に感謝いたします。私は、商薬株式会社、常務取締役成瀬と申します。本日は2020年3月期決算概況、各セグメント状況、2025年3月期通期連結業績予想、株主還元方針とレジュメに沿ってご報告してまいります。それではまず2024年3月期決算概況の方からご報告いたします。まず売上高でございますが、225億9500万前期比で 7.9% の減少でございます。売上総利益18億9100万、前期比 0.3% 増でございます。こちらは過去最高の実績となっております。営業利益4億4000万、前期比 9.8% 減。経常利益6億5100万、前期比 3.2% の減少。ポイントでございますが、減収になるも売上総利益については過去最高の実績という形になっております。まず減収要因でありますが、大きく2点。まず1点目でございますが、天然油脂価格相場、後ほどグラフでもご報告させていただきますが、低迷しておりまして、販売価格が低下しております。数量面に関しましても、海外経済の減速懸念、特に中国経済の低迷から、自動車関連や繊維材関連の国内主要得意先からの受注が減少しております。一方、増収要因でございますが、こちらも大きく2点ございます。1点目、輸入商材の各班に勤めたことにより、利益率が下支えいたしました。そして、円安による輸出原材料が好調に推移し、売上高、利益増に寄与いたしました。ご報告のとおり、2024年3月期、減収の増益という形になっております。それでは、通期連結業績の推移グラフでございます。売上高でございますが、先ほどご報告いたしましたとおり、225億9500万 7.9% 減少しております。営業利益でございますが、9.8% 減少しております。総利益は 0.3% 増加も、販売費用一般管理費、5300万増加しておりまして、9.8% の減少となっております。経常利益も営業利益の減少を受けて、3.2% 減少となっております。続きまして、前年比及び計画費でございます。まず2023月期の売上高225億9500万。こちらは前年より19億3300万減少となっております。こちら修正後の計画でございますが、223億6600万。計画比100飛び 1% となっております。売上総利益18億9100万、前年より500万増加しております。修正後の計画費で 100.2% となっております。販売費用一般管理費、14億5100万、こちらは前年より5300万増加しております。主な増加要因といたしまして、株主優待制度を導入いたしました。それに伴いまして、引当金2400万繰り入れております。このような
状況もございまして、販管費増加しております。対計画でいきますと 98.9% となっております。営業利益4億4千万、前年より4千7百万減少しております。計画費で100.4%。経常利益6億5千100万円、前年よりも2千100万円減少しております。計画費107.2%となっております。親会社株主に帰属する当期純利益4億9100万円。こちらは700万前年より増加しております。計画費で 115.3% となりました。続きまして、一般向け融資相場でございます。こちら見ていただくと分かりますように、2022年3月期、この時点で約7000リンギット、上がっておりましたのが、それ以降急落しております。2022年9月期、こちらで3681リンギットまで落ち込んでおります。その後比較的、4000リンギット下回る展開で安定的に前期よりも低い形、約4割ですね、下がった形で推移いたしました。こちらの影響を受け売上高減少という形になっております。続きまして、連結売上高営業利益四半期推移でございます。2023年3月期は逆に、先ほど申しました転入相場の上昇を起きまして、1級から3級までこちらだいたい63億強で推移しておりましたが、輸出相場の急落を受けまして、最終4級52億7600万まで売上が減少しております。その影響をですね、引き継ぎまして、2024年3月期、おおむね55億強の売上で4級すべて推移いたしまして、前期よりも減収という形になっております。続きまして、ようやく連結貸借対照表をご報告いたします。まず流動資産でございます。110億とび6800万、前年よりも15億とび900万増加いたしました。主な内訳でございますが、現金及び預金21億9000万、こちらが6億6400万、前年よりも増加しております。売上債券81億8800万、こちらが8億6200万増加しております。増加しておりますのは、年度末、こちらが休みの影響で、本来決済されるべき売上債券5億7600万円が4月にずれ込み残高となったことにより、売上債権8億6200万増という形になっております。固定資産57億4700万、前年より5億とび800万増加しております。こちらの主な要因でございますが、投資有価証券、株高の影響を受けて含みが増加しておりまして、その分で増加となっております。資産合計にいたしますと、168億1500万、前年より20億とび1700万増加という形になっております。続きまして、流動負債、
73億2700万、前年より12億とび700万増加しております。主な要因でございますが、支払い手形および買替金、63億5500万、こちらが11億6200万増加しております。こちらの要因も、年度末休みの影響で、本来、決済されるべき仕入れ債務、13億とび700万が残高として残った影響によるものでございます。こちらの影響もございまして、先ほど報告いたしました現金及び預金6億6400万増加の主な要因となっております。続きまして、固定負債13億5000万、前年より4200万増加しております。こちらの主な要因でございますが、繰延税金負債、投資有価証券の含みの増加によりまして、繰延税金負債も増加しております。1億2500万。この影響で、固定負債も増加しております。負債合計にいたしますと、86億7800万。前年より12億5000万増加となっております。純資産合計、81億3700万。こちらが7億6700万増加という形になっております。続きまして、キャッシュフロー表をご説明させていただきます。まず、2023年3月期末、12億6000万でございます。営業キャッシュフロー、8億1800万獲得しております。こちらの主な要因は、先ほど貸借対照表の増減でご説明させていただきました、仕入れ債務の増加額、11億2800万円、こちらが主な要因でございます。投資キャッシュフローは1800万の使用でございます。主な要因は、投資有価証券、取得によって、2100万使用したのが主な要因でございます。財務キャッシュフロー1億7200万の使用でございます。こちらは配当金の支払いと短期借入金減少が要因でございます。換算差額1300万円加えまして、2024年3月期現金及び同等物の期末残高、19億とび100万円、6億4000万増加しております。続きまして、各セグメントの状況に参ります。まず、売上高構成比でございます。化学品事業、売上高200億とび5億2000万円、構成比で 90.8%、前年比 90.9%、売上大きく減少しております。日用品事業、売上高7億5000万、こちらの構成比は 3.3%、前年比 90.4%、こちらも減少となっております。土木建設資材事業でございますが、13億2500万、構成比 5.9%、前年比 118.8%、セグメントの中では唯一前年を上回っております。それでは各セグメント別に状況を説明してまいります。まず、化学品事業でございます。売上高205億2000万円。前年より20億減少しております。営業利益5億3000万円。利益率が 2.6% となっております。産業用の海面活性剤の動向でございますが、2019年から2020年にかけて、
減少しておりますのはコロナの要因でございます。そこからですね、外需、特に中国経済がいち早く立ち直りまして、景気を牽引いたしました。その影響で、生産、販売ともに大きく増加しております。しかし、その中国経済もその後減速いたしまして、2023年度、こちらの方では生産、販売量ともに大きく減少しております。対面化世代の状況でございます。あと、輸入化学品の売上高でございますが、2023年度は約10億でございます。前年比で 92% となっております。ポイントでございますが、海外経済の減速懸念、特に中国経済の低迷によりまして、自動車関連や繊維材関連の国内主要取引先からの支出が低調となった点、販売価格に影響を及ぼす天然輸出相場価格、こちらが1年を通じて前年と比較して低価格水準で推移した結果、販売価格も低調となりました。ただし、利益率に関しましては、輸入商材の各範や円安の影響、こちらを受けまして、好調となり、下支えいたしました。続きまして、日用品事業でございます。売上高7億5000万、前年よりも減少しております。売上構成の一番大きく占めるものが生協ルートでございます。売上高で4億2300万、構成比が 56.4%、前年が 54.8%、構成比の方は伸ばしておりますが、前年は4億5200万の売上計上がございましたので、生協ルート自体も 93%、という形になっております。ポイントでございますが、一部定番商品、洗浄剤や用途別脱臭剤等の売れ行きは堅調に推移しましたが、全体としての売れ行きは物価上昇に伴う買い控え等で低迷いたしました。利益面でも円安や原材料高、物流費のコストアップの影響を受けまして、依然厳しい事業環境でございます。最後に土木建設資材事業をご報告いたします。こちらのセグメントは前年を唯一上回ったセグメントでございます。土木建設資材関連、こちらの売上が10億飛び7500万、構成比 81.8%。環境関連、売上高が2億5000万、構成比 18.9%。ともに前年を上回っております。ポイントでございます。土木建設資材、地盤改良工事及びコンクリート補修補強工事。こちらの工事は、東京外郭環状道路のトンネル工事や大阪万博関連、こちらのですね、物件等の回復傾向がありまして、工事に使用される添加剤等の販売が堅調に推移いたしました。また、環境改善薬剤の販売につきましても、新規に受注いたしました鉄道の大型トンネル工事物件により、好調に推移いたしました。続きまして、2025年3月期、通期の年結業績予想でございます。まず、売上高でございますが、226億7700万を見込んでおります。
前期との増減額で8100万、増減率にいたしますと 0.4% でございます。そのうち化学品事業、200億飛び、7億飛び300万円、増減額1億8300万、増減率にいたしますと 0.9%。日用品事業、7億6300万、増減額1300万円、率にいたしますと 1.8%。土木建設資材事業でございますが、12億1000万。こちらは増減額にいたしますと、マイナスの1億1400万。増減率にいたしますと、8.7% の減少と見込んでおります。売上総利益で18億2800万。増減額6200万のマイナスでございます。増減率 3.3% マイナスでございます。販売費用一般管理費14億8400万円増減額にいたしますと3300万円増減率 2.3% アップでございます。差引き営業利益3億4300万増減額マイナスの9600万円率にいたしますと 21.9% のマイナスでございます。経常利益5億飛び300万、増減額マイナスの1億4700万円、増減率にいたしますとマイナス 22.7% となっております。最終、親会社株主に帰属する当期純利益でございますが、3億4800万円、増減額マイナスの1億4300万円、率にいたしますと、マイナスの 29.2%。以上のように、2025年3月期、増収の減益を見込んでおります。続きまして、各セグメント別の具体的な取り組みでございます。まず、化学品事業、取り組みといたしまして、高級アルコール等の油脂製品を中心とした化学品の安定供給、サプライチェーンの拡充、海外子会社との連携によって海外商材の拡販、交渉新分野など、最終商品生産メーカーへ注力、環境関連ビジネスの拡販、SDGs や RSPO、この辺の拡販、スタートアップ企業との連携も進めてまいります。環境の見通しでございますが、海面活性剤業界につきましては前年と同水準を予想しております。その他影響見込まれる点といたしまして、中東情勢、ウクライナ情勢、あと為替動向や天然油脂相場価格の動向が挙げられます。日用品事業でございます。取り組みといたしまして、特許、実用信用を有した新規アイテム、商品の企画開発、あと既存顧客への拡販、販売ルートツールの拡充、取り組んでまいります。環境見通しでございますが、引き続き物流費とコストアップ、依然厳しい状況を見込んでおります。土木建設資材事業でございます。既存顧客である施工会社、メーカー、二次販売店への深掘り営業、そうですね、新工法や環境関連薬剤の新規商品の開発、拡販を取り組んでまいります。環境見通しでございますが、土木、グラウト、環境関連とも堅調を予想しております。とですね、自然災害とこちらの工事、あるいは大阪万博等の影響を見込んでおります。今後の戦略展開、具体的な取り組みでございます。
まずは環境への取り組みといたしまして、RSPO、こちらの拡販に取り組んでまいります。また、浄水化システム、排水ゼロ化、排水処理システム、こちらの普及ということで、水ソリューションビジネス、こちらも展開してまいります。あと、社会への取り組みといたしまして、工場から出る臭気等を抑える、脱臭ソリューションビジネスにも取り組んでまいります。続きまして、直近のトピックスでございます。エシカルエキスポ2024、こちらの方に生薬品も協賛しております。SDGs のですね、それに関心の高いスタートアップ企業と、弊社取引先、販売先で700社以上、仕入れ先400社以上ございます。そちらをですね、弊社がパイプ役として、取引先様にビジネスのアイデアのですね、お役立てに貢献するべく、新しく、こういう取り組みもスタートしております。さらにサステナブルな取り組みといたしまして、環境面では SDGs 推進チームを立ち上げて活動しております。また、古くより ISO の活動にも取り組んでおります。社会面では、人的資本、こちら、事業員エンゲージメントアンケート調査を導入しております。2年目になっております。あと、働き方改革で、在宅勤務や時差出勤を取り入れております。ガバナンス面といたしまして、取締役の実効性評価、こちらも導入しております。2年目になります。あと DX の推進といたしまして、名刺システム、経費精算システムを導入しております。このようなサステナブルな取り組みをすることによって、企業価値向上を目指してまいります。今後の戦略展開、全体的なイメージでございます。まずは、ベースであります、国内の化学品、こちらの方ですね、化学品事業ですね、油脂製品を中心として拡販、それに加えまして、環境関連ビジネス等にも注力して、売上増を図ってまいります。それに加えて、海外ビジネス、海外売上も子会社と連携して伸ばしてまいります。この海外ビジネスには海外商材の輸入商品の強化も含んで考えております。そして商品の企画開発等を通じて日用品セグメント、既存顧客への深掘り営業等への取り組みで土木建設資材事業もそれぞれ伸ばしていき、早期達成目標として、連結売上高で250億円以上、海外売上高比率 10% 以上、目指してまいります。最後になりますが、株主還元方針でございます。配当の基本方針でございますが、将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続実施してまいります。下年度の一株当たり配当額を基礎に 25% 以上の配当成功を目標としております。今年の2024年5月13日には増配に関するお知らせを公表しております。1株当たり36円から2円増配し、38円へ修正しております。1株当たり年間配当の推移でございますが、
2023年3月、こちらの方、1株当たり配当36円、配当成功で 25.4% でございます。そして2024年3月期、こちらはですね、増配いたしまして38円、配当成功が 26.3%、そして2025年3月期の予定でございますが、今期同様38円を予定しております。配当成功にいたしますと 37.1% を見込んでおります。そして大きな目玉として株主優待制度、こちらを新設しております。2023年12月15日公表しております。こちらはですね、株主の皆様からの日頃のご支援に対する感謝とともに、当社株式への投資の魅力をですね、より一層高めて、中長期的に株主を保持していただける株主様の増加を図ることを目的として導入いたしました。5000種類以上の優待商品からポイントと交換できます。保有株式に応じて、優待ポイントを申請しております。300株以上、保有の株主の皆様にポイントを付与しております。1000株以上、保有の株主の皆様には4万ポイントを還元しております。この優待のですね、引き当て2400万円見込んでおります。これを年度末の株式数で割りますと、1株当たり約7円という形になります。2024年3月期、配当38円、優待を加えますと7円、合わせますと45円になります。配当成功の計算、優待費用は販管費に入りますので、単純な計算ではありませんが、45円として配当成功を計算しますと 31%、 2025年3月期同じく45円とみなしますと配当成功が 43.9% という形になっております。と参考資料として会社の概要をつけております。お時間があるときに見落としていただければ幸いです。簡単ではございますが、以上ご報告終わらせていただきます。どうもありがとうございました。